メノン様、お願いいたします。どうぞ、始めてください。あ想,像見て想像してみてください。この排熱からエネルギーが解消する世の中です。私はアルジー・メノンです。イーサン・モジェンティック。 営業部門から参加しております排熱から電気エネルギーの回収に取り組んでいる会社です。皆様ご存知でしょうか社会的な課題なんですけれども、一時エネルギー供給量の60%以上の膨大な排熱が地球環境に排出されております。でこれはほとんど日本の年間のエネルギー消費量と一緒です。そして地球温暖化につながってしまいます。地球温暖化はやはり社会にとっても大きな脅威であり、これに対して私たちはエネルギーの解決 策を見つけけけけ出さななななないといいいいいいととうことににっておりますすの戦いに参加しなければいけないという状況ですそして私たちのこの固有技術フレキーナなんですけれどもこれは世界初のモジュールとなっておりますでここでのフレキシブルな熱電配発電なんですけれども、まあ、何が重要なのかといいますとこれはの2つのこの半導体が入っておりましてそれフレキーナはもうあのこの半導体がこのフレキシブルな まこの面の面上に取りり付けられておりますでフレキーナと名前が表すとおり、まあ、フレキシブルです。非常に柔軟性があります。ということでラックですとかパイプとか、そういったいかなるところにもつけることができます。ということで、マーケットでセラミックとかセンサーとかいろいろ硬いものがあるかと思うんですけれども、それと違い非常に柔軟性に富んでおりますので、どのパイプ、どの形、どの形で形状であっても取り付けられるということは非常に効率的です。 そしてこちらは海外で特許も取っております。コンセプトは非常にシンプルとなっております。業界では全ての教育はそうなんですけど、こういった排熱がたくさん出るかと思います。そして私たちの製品はこれをエネルギーに転換していくわけです。で、このエネルギーがこの業界としてあるようなエネルギーの需要に応えていくという形で使われます。そして製品コンセプトなんですけども、最初が IoT 用ということで、これがま マイクロワットですとか、非常にこういったような単位で製作することができます。そしてバッテリーが使われてしまうと、バッテリーの交換が非常に大変なので問題視されておりますが、工場でのところもそうなんですけども、IoT のセンサーとか、もちろんバッテリーを使っています、バッテリーの交換だけでも非常に厄介な仕事です。そして IoT のセンサーなんですけども、検討によると。 そのバッテリーは2年ぐらいのが寿命らしいです。そしてこれを変えるのは295ドルぐらいかかるということなので、これを10をかけると、どんどん1400ドルを超えるようなコストになってしまうんです。ですので、これを私たちは考えました。私たちの製品は、このソースのベースラインの上に直接取り付けることができ、エネルギーをそこから回収して発電します。 でそれが IoT センサーに使われるということになりますので、よってバッテリーを使わなくていいということになります。 私たちの計画としましては、150ドルでサンプルを売ろうと思っておりますので、先ほどのコストを考えると、10分の1ぐらいのコストかと思います。そして私たちのモットーは、とりあえず取り付けても忘れてしまってもいいということです。インストールアンドフォーゲットと書いております。私たちはもう10年ぐらいの寿命でこれが使えるということになりますので、150ドル投資していただければ、10年間もう触らずにいられるはずです。 そして次に省エネ用ということで、ハイパワー向けなんですけれども、ここに関しましては、POC ということで、いろんな実証実験を行っております。日本の会社とも行っております。そして、給電なんですけれども、キロワットからメガワット規模のソリューションになるかと思っておりますので、これも非常に有効な省エネ用のコンセプトです。 また市場なんですけれども、まあ、今後、このように予測しております。67億ドルと見ております。非常にいい革新的なソリューションがあれば、マーケットシェアが確保できるということになります。そしてビジネスモデルなんですけれども、私たちの製品なんですが、B2B という形で。 おお客様にりたいと思っておりますで、まあ、にこのサンプルに関しましてはサンプルに提供済みで、まあ、非常に有名な各薬品会社ですとか IoT 向けの,その電源として使っているところがあります非常に満足してもらっておりますで今後バッテリーで起動しているものを私たちのこのパワーサプライとを変えていくといった計画を練っているようです また、こういった直接の場合、またこの代理店の場合、両方あるんですけれども、またあの発電ユニットもそうですし、この熱交換器システムということで、共同開発先にこちらをシステムとして売るということが可能になってきます。ですねマーケットは非常に広範になると思っております。私たちは本当にメインの,あの日本の,その企業とパートナーシップを組んでやっていこうと思っておりますので、非常に大きなマーケットになるかと思います。そしてえ特徴なんですけれども、先ほど申しました通り、 もう電池交換は不要ですですので、欧州のバッテリー規則を考え,ない考える必要はありません、対象外です。そしてあの、動くようなパーツはありませんので、ということはメンテナンスがかからない、メンテナンスのコストが低いということになります。また、あの地産地消ということで、排熱から電力まで全て同じ場所でできるということがあります。 そして、また低温、排熱からエネルギー回収ができますので、非常に柔軟性があります、よって優れたコストパ,ンーがあるパフォーマンスがあると考えております。すでにもう40以上のカタマーと共同開発を行っておりまして、大手企業も含まれております。そして、国外の投機は5つ、そして国内の投は11ということです。 右になったように NEOS、リアルテック、トヨタとか、こういったような開発企業とパートナーシップを組んでおります。でこちらは目標とマイルストーンなんですけれども、量産に関しましては2024年 今年に始めようと思っております。そして、この省エネ用の事実電源を2025年度から順次実用化していくというプランとなっております。で、IPO に関しましては2028年と考えております。こちら、2027年の売上の予想が書いてあるんですけれども、えー、売上高では31億7000万円ほど、純利益は6億7千万円ほどと考えております。メンバーなんですけれども、えー、まず まあ、パナソニックの経験がある、あの、取締役会長の、ええー、名もおります。そして。 いろんなデバイスですとか、半導体デバイスですとか、またあのガリウムヒ素の,あの半導体デバイスの開発ですとか、事業化とか、こういったことに関わってきておりますので、もう本当に今の近代のスマホの技術に大きな貢献をしているものです。そしてあのもう一人あの、取締役の岡島なんですけれども、あのとりにパナソニック社を経験しておりまして。 そして、本当にあの一緒にそういろいろやっておりまして、私もそこに加わっております。そして、今、ですねあの5億円の資金をあのファンディングでと考えているんですけれども、このことによって、経営の基盤ですとか、また海外の販売の強化ですとか、量産体制ですとか、新規の雇用などして,おきたいとしていきたいと思っております。また、POC に関しても投資ができればと思っています。本日ありがとうございます。一緒にサステナブルな社会を将来に向かって作っていければと願っております。 and